から第47回全国トラックドライバーコンテストの表彰式を行います。私、司会を務めます全日本トラック協会の加藤と申します。よろしくお願いいたします。では、はじめに全日本トラック協会の星野会長より大会にあたりご挨拶を申し上げます。星野会長、よろしくお願いいたします。それぞれの持てる力を存分に発揮をし、正々堂々と競技を行っていただきました。競技の結果は今から発表されますが、本コンテストは内閣総理大臣をはじめ、国土交通大臣、警察庁長官からの表彰状が授与される誠に名誉ある大会であります。入賞者はもちろん、惜しくも入賞した選手の皆様方におかれましても、今後とも都道府県の代表として全国大会に参加した実績と名誉を大切にしていただき、職場あるいは地域社会の中で交通安全に対する模範的なリーダーとしての役割を担っていただくとともに、健康に特に留意され、国民生活を支えるトラック輸送サービスの社会的使命達成のため、今後さらなるご活躍をお願いする次第でございます。終わりにあたりまして、本日ご参集された皆様のますますのご戦勝とご発展を記念し、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。一昨日と昨日の2日間にわたり、茨城県ひたちなか市において全国の地方予選に参加した1400名の選手のうち、本大会へ出場を果たした140名の選手の方々によって、日本一のプロドライバーの座を目指して学科と実科の競技が行われました。ここで全日本トラック協会の細野専務理事より今回のコンテストの概要についてご説明させていただきます。全日本トラック協会の細野でございます。第47回全国トラックドライバーコンテストの結果のご説明を、していただきます。まずコンテストの概要でございます。競技日程は、一昨日の、10月24日から25日に、2日間にわたって行われました。会場は自動車安全運転センター、
安全中央研修所立川市にございます。競技部門と参加人数でございますが、全体で140名、特に今年は、女性部門7名増の25名の参加がございました。学科競技につきましては、配点400点で、実施させていただきます。実科競技につきましては、2日間にわたり、合計600点という、配点で、実施いたしました。天候につきましては、2日とも、近年なく良い天気ございまして、より存分、成績の結果を出てもらうと思います。次に、成績でございます。まず、最高得点の方でございますが、学科競技につきましては400点満点があります。4名の方が満点でございます。平均点は395点。それから実科競技につきましては、最高点が599点ということでございます。2名の方が2日目の順位トップの現時点の方が399点という高得点を挙げております。総合計でいたしますと、最高得点999点ということになります。非常に、高度な争いになったわけでございます。次に学科競技でございます。学科競技につきましては、それぞれの必要な知識の得得状況について担当試験による、試験を行いました。ただ誤答の多い項目といたしまして、交通法規のところの、運転者の遵守事項、それから構造機能のバッテリー液補充の、措置、それから、運転常識の事業用運転者の遵守事項が成績が悪かった項目でございます。次に、競技結果でございます。実技の中でまず点検項目でございまして、今回は、指定項目として前輪タイヤを、点検していただきました。常識的な項目でございますので、全員が減点なしということで、立派な成績であったと思います。それから1日目の運転技能でございます。これにつきましては、市街地簡易コースと、課題走行、全身の課題走行ということで、実施してございます。ただ指摘項目の主なものといたしましては、同乗者へのシートベルト装着の、指示ができていない、それから左折への左側端走行の履行が不十分なようなものが、いくつか目立ちました。2日目の、実科競技でございます。これにつきましては、課題走行と、市街地走行、それから交代での、バックスラロームと、車庫入れということで、今大会の、ハイライトでございます。これにつきましては、車庫入れの際に、1センチの以内の誤差で、課題を、完璧にクリアする選手がいらっしゃいました。法規走行のところで、目立った点といたしましては、指定停止場所および赤色点滅信号での、確実な一旦停止というのができていない場合がございます。それから、変更合図の、時期が、不適切であったり、左折に左によるなどの巻き込み防止措置が、不十分なものというものがいくつか見られていました。次に、バックスラロームおよび SG、バックによる車庫入れでございます。これにつきましては、想定進路からの外れに、気がつくのが遅くて、やはり繰り返しが間に合わなかったというようなものとか、必要以上に、それぞれ時間があるわけです。
初は全日本トラック協会長賞です。この発表及び表彰は部門ごとに行います。入賞者の発表は全日本トラック協会副会長の伊藤交通対策委員長にお願いいたします。お名前を呼ばれた選手は壇上にお上がりください。それでは伊藤副会長、発表をお願いいたします。それではただいまより4トン部門入賞者を発表いたします。第5位、東京大賞鴨志田和則選手。第4位、兵庫県代表、小倉英二選手。第2位、鹿児島県代表、小舘勇樹選手。賞状4トン部門第1位、福岡県代表、日本通運株式会社福岡航空支店、矢野周平殿、あなたは第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて優秀な成績を収められました。よって賞状を送り、これを賞します。平成27年10月26日、公益社団法人日本トラック協会会長。
表です。同じくお名前を呼ばれた選手は順次ご登壇ください。それでは伊藤副会長、発表をお願いいたします。11トン部門の入賞者を発表いたします。第5位、山形県代表、海谷亮太選手。株式会社赤根浜事業所、渡辺高尾殿、あなたは第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて優秀な成績を収められました。よくて賞状を送りご了承します。平成27年10月26日公益社団法人全日本トラック協会会長を越しThank you.
第3位神奈川県代表櫻井明選手。
第1位、北海道は、賞状女性部門第1位北海道代表日立物流ダイレックス株式会社札幌東営業所鈴木雅恵殿、あなたは第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて優秀な成績を収められます。よくと賞状を送りご了承します。平成27年10月26日公益社団法人全日本トラック協会会長です。表彰は警察庁長官官房審議官加計浩一郎様からお願いいたします。表彰状、日本製薬株式会社福岡航空支店矢野中平殿、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて4トン部門に優勝されました。よってここに優勝杯を贈りご了承します。平成27年10月27日警察庁長官公益社団法人貨物運送株式会社中根浜事業所渡辺隆夫殿、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて11トン部門に優勝されました。よってここに優勝杯を贈りご了承します。平成27年10月24日警察庁長官公益社団法人全日本トラック協会会長です。
賞状、三つ大田運輸株式会社本社営業所、田中明道殿、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第47回全国トラックドライバーコンテストにおいてトレーラー部門に入賞されました。よってここに優勝杯を贈り、これを表します。平成27年10月26日、警察庁長官から公益社団法人表彰状、日立物流ダイレクス株式会社札幌東営業所、鈴木まさるの、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて女性部門に入賞されました。よって本日表彰杯を贈り、これを表します。平成27年10月に日経産業長官の田中正人、公益社団法人全日本トラック協会会長に就任しました。副賞の海外派遣賞に移ります。この海外派遣賞は株式会社ユリジストン様のご協賛をいただいており、各部門の1位の方々に贈られるものです。本日はユリジストンタイヤジャパン株式会社常務執行役員生産財事業統括本部長三井啓二様から各部門優勝者に海外派遣賞の目録を贈呈していただきます。それでは三井様、よろしくお願いいたします。はじめに4トン部門第1位の矢野さん、中央へお進みください。それでは会長特別賞受賞者1名を発表いたします。
11トン部門、大阪府代表、西住修選手。はい、この賞は本大会に出場したすべての参加者の中で最
げた最優秀選手に贈られる栄誉ある賞です。この日本一の栄光に輝くのは一体どなたでしょうか。それでは伊藤副会長、発表をお願いいたします。それでは第47回全国トラックドライバーコンテスト内閣総理大臣賞、総合得点999点11トン部門、賞状、日通千葉貨物運送株式会社赤根浜事業所渡辺隆夫殿、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第47回全国トラックドライバーコンテストにおいて最も優秀と認められたので表彰します。平成27年10月26日内閣総理大臣安倍晋三へ読、おめでとうございます。栄えある内閣総理大臣賞の受賞、本当におめでとうございます。どうぞ皆さん、もう一度盛大な拍手をお願いします。ではここでご来賓の方々からご祝辞をいただきます。まず最初に国土交通省自動車局長藤井直樹様、よろしくお願いいたします。参加者の140人のドライバーの皆様、本当にお疲れ様でございました。そして実は2日間の競技の1日目、午後、短時間でありましたけれども、皆さんの奮闘ぶりを拝見をさせていただきました。トラックのドライバーのコンテストはどういうことをするんだろうと思いながら参りましたけれども、スラローム、スキーの回転を思い出しました。
車とほとんど同じ幅しかないところを、あのように正確に走れるんだなと。特にトレーラーの方は、まるで蛇のようだなと思い上げて、感心してみておりました。お伺いすると、翌日にはそれをバックでやられると。後ろに目がついておられるという感じが、どんなものか、ぜひ見たいものだなと思って、それは叶いませんでした。本当に皆さんの技量が高いということを目の当たりにしたところでございます。それに加えて1日目の午後に学科試験運転の技量を発揮された後に大変お疲れのところを1年間皆様しっかりと法令、技術、そういったことを勉強されたことを成果に出されて、そういった技術あるいは知識、そういったものを全て兼ね備えた方が今回ここにおられるということかと思います。あのような運転、それを現実に行うということはなかなかないかもしれませんけれども、まさに南極の氷山のようなものであるかと思います。土台がしっかりしているからこそ、実地ではまさに安全ということがしっかり確保できる、そういったことで今回表彰された方はもちろんでありますけれども、ここに参加をされた104人の皆様、それぞれが日本中のトラックドライバーの模範となられる方々だと思います。ぜひ皆様、またそれぞれ毎日の仕事を忙しいと思いますけれども、今回のコンテストを糧にされて、さらに安全な運行に努めていただきたいと。日々の運行の安全、これは私どもが行政の立場からも毎日申し上げていることでありますけれども、これを実際に達成をされるのは、まさに皆様、一人一人の力でございます。毎日のお仕事、本当に大変なことが多いと思いますけれども、ぜひ緊張感を持って、このドライバーコンテストのことを時々は思い出しながら、決して過労運転をしない、まして飲酒などはもってのほかだと、こういったことを皆様は当然ですけれども、ぜひ周りの方々に伝えていっていただきたいと思います。今回のコンテスト、もう一つ非常に私が頼もしく思いましたのは、この一番左側におられる女性のドライバーの皆さんです。今女性の方にいかに活躍をしていただくかということ自体、これは政府全体の課題になっていますけれども、特にトラックの世界ではトラガールという名前を皆さんお気になったことがあるかもしれません。トラガールの皆様、これだけの議論を持っておられるということを目の当たりにして、大変頼もしく、また素晴らしいことだというふうに思いました。女性がトラックの世界で働きやすい 職場の環境づくり、これも私どものこれからの大きな仕事でありますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。トラック業界、他の業界にも縁を待たず、人手不足の問題ということが非常に問われているところでございます。ただ今回のコンテストを拝見して、こんなに高い技能を持って、これだけやりがいを持って、プライドを持ってできる仕事なんだなということを、改めて思いました。ぜひそういった魅力を若い方々に伝えていただいて、皆様の後輩がどんどん入ってこられるように、そういったことを私どもあるいは皆様、そういった関係の全ての方々の連携のもとに進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますけれども、今回のコンテストの上にご尽力をいただきました関係の皆様に対しまして、心から敬意をしますとともに、トラック産業のますますの発展と、本日のご列席の皆様のご臨終を心から記念いたしまして、私のお祝いのご挨拶をいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして、警察庁長官官房審議官、
97回全国ドライバーコンテストの表彰式が盛大に開催されましたことに対し、心からお祝い申し上げます。また、全日本トラック協会をはじめ、本日お集まりの皆様方には、弊社より警察行政の各班にわたり、ご支援、ご理解をいただいておりますことに、この場を借りまして、深く感謝申し上げる次第です。競技で優秀な成績を収められ、本日、栄えある表彰を受けられた選手、事業所の皆様、改めまして、本当におめでとうございます。安全・安心を担うプロのドライバーとして、日頃からの努力の積み重ねが報われたものと、お喜び申し上げる次第です。藤井局長の話にもございましたが、今後は、コンテストで示された高度な運転技能と専門知識を生かし、他のドライバーの模範となる安全運転を業務において実践していただくことにより、一般の交通安全意識を喚起し、安全な交通の実現に大きく貢献してくださることを期待しております。さて、本年も残すところ約2ヶ月となりましたが、ここまでの交通事故の状況は、事故の発生件数は引き続き減少傾向にありますが、死者の数は昨年とほぼ同水準、日によってプラスになったりマイナスになったりということで推移しております。14年連続で死者の数は減少してきたのでありますが、今年は15年ぶりに死者の数が増加に転じかねないという大変厳しい状況になります。こうした状況を踏まえ、警察としましては、これから年末に向け、高齢者を中心とした死亡事故抑止対策を一層強力に推進してまいりますが、交通事故抑止の成果を上げるためには、警察だけでなく、関係機関、団体が緊密に連携して、国民一人一人の交通安全意識の向上を図っていくことが必要です。トラックドライバーの皆様、事業者の皆様のご協力をお願い申し上げる次第です。また、本年6月には、貨物自動車にかかる事故防止を図りつつ、若手トラックドライバーの確保といった社会的要請にも応えるため、18歳以上で取得することができる準中型自動車免許を新設することなどを内容とする道路交通法の改正が行われました。改正法の施行は公布から2年以内とされておりますが、本改正の目的である貨物自動車の事故の減少が達成されますよう、トラックドライバーの皆様、事業者の皆様におかれましては、若年ドライバーに対する安全教育や車両の安全対策などの取り組みになお一層ご尽力をいただきますよう、改めてお願い申し上げる次第です。終わりに、公益社団法人全日本トラック協会のますますのご発展と、本日ご参加の皆様方のご健勝を心から記念いたしまして、私の祝辞とさせていただきます。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。本日はただいまご祝辞をいただきましたお二方のほかにも、ご来賓の皆様にご出席をいただいております。改めてご来賓の皆様をご紹介させていただきます。ただいまご祝辞をいただきました国土交通省自動車局長藤井直樹様、同じくご祝辞をいただきました警察庁長官官房審議官筧宏一郎様、自動車安全運転センター理事長石井隆様、同じく自動車安全運転センター安全運転中央研修所長杉山義明様、ブリヂストンタイヤジャパン株式会社常務執行役員生産財事業統括本部長三井啓二様、以上の皆様でございます。最後になり
りましたが、この度のコンテストにご協力いただきました自動車メーカー、車体メーカーを改めてご披露申し上げます。日野自動車株式会社様、いすゞ自動車株式会社様、三菱ふそうトラックバス株式会社様、日産自動車株式会社様、トヨタ自動車株式会社様、UD トラックス株式会社様、日本フルハーフ株式会社様、以上でございます。